はいでこれが、さっき撮った動画は外ごもりプレイスが、オープン延期だよという内容でした。で今回に関して外ごもりプレイス、まあ一応シェアハウスの手ではね今いますけど、じゃあどういう機能があるのかというところの解説になります。まあ、どういうコンセプト趣旨で、これをオープンするのかというところですね。でまあ外ごもりプレイスの元原点としては、まあブログでも何回も言ってるし、まず一つのきっかけとしては、まあ、今有名になっちゃいましたけど、山奥ニートっていう人がいて、でその山奥ニートっていう人が、ね、実際に、住んでる、和歌山の施設に3回ぐらいかな、行ったことがあります。でそこの短期滞在、やっぱり居心地がすごい、あそこは良かったですね。だからあんな場所を作りたいんですよね。でやっぱりそれで、なんて言えばいいだろう。あそこに2回目かな、1回目だが滞在した時に、お母さんかな、その保護者の人がいたんですよ、見学に。でやっぱりああいう人が見学に来るのはすごい絶えないんだってね住人の人にもその山奥ニートの人にも聞いてはみたけど、で、そう実際にそういう場面に遭遇してみて、まあ案の定断られてましたよね。で案の定っていうのは、まああの当時僕が滞在した当時がもういっぱいだったんですよね。18人いたかな、20人ぐらいいたんですよね。これすげえなと思ってだから逆にこのキャパももうちょい余裕が持ちたいなとは思いましたよ、マジで。でもそれでも居心地いいからみんなあそこでいるし、あそこもあれもあれでね不思議な場所だと思います。でも不思議といい場所だよね。でやっぱりその断られてる親御さんとかね、アポなしで突撃してくる人も実はかなり多いんだって。うん。でもある意味あれは SOS なんで、それをまあ見てたんですよね。まあなんとなくおこがましいかもしんないけど、かわいそうだって思っちゃったんですよ。でもね、かわいそうだって思ってもさ、あの当時の俺だと何もできないわけで。何もしようとも思ってないからね、それに付け加えて。うん、だからやっぱりああいう場所のキャパって必要なんだなっていうのをちょっとポツンって思っただけですね。で、もう一個のきっかけとして、まあ、四国のね、お遍路参り、お遍路ハウスのっていうのが四国はあって、お遍路ハウスを作りたいっていうお坊さんいっぱいいるんですよ。いっぱいいたかな、まあ、なかなかいたらしいです。で、そのお遍路ハウスの、企画だけを、企画の話を聞きに来たっていうお坊さんいて、でその人も、まあ、自殺したりとか、まあ家庭環境も家と喧嘩してそれでもなんかうまくいかなくて借金抱えてもう人生うまくいかないですっていう人たちがなんか突撃してくるっていうお寺をやってる人がいたんですよ、和尚さんがね。でまあそこに今突撃したわけですよね。あの当時は地方移住失敗したばっかりだったので、うん。まあ、確かに僕の悩みとしてはもう仕事とか働くのが嫌だったんで、特に面接とかも嫌だったんですね。でもやっぱりそれが嫌で、で、かといって移住に失敗して、嘱託職員なんだよね、地域おこし協力隊って。だから税金で食ってるからさ、あいつはなんか、ね、この町の税金でよそから来て、給料もらってるぞっていう噂っていうのはどうしても立つんで、でそれで辞めちゃうとなると村八部攻撃が出際に来るんで、まあ、それで結構消耗した時の、話ですね、僕の体験談から言えば。でまあその時突撃してずっとね寺の玄関の前でぼーっと立ってたんですよね。怖いよね超怖いよねだからそれでもねその四国のお坊さんっていうのは、どうしたの、ああ、訪ねてきたの、ああ、辛いのか、じゃあまあ、話聞くからちょっと入んなよ、つって、ね、寺をあげてくれて、お話を聞いてくれたわけなんだよね。で、それぐらいね、10日間ぐらいかな、一緒に生活をしてくれたんですよ。これもこれで結構異常で、まあ、それはそれで、パッと見異常だけどね、俺にとってはすごいありがたかったわけですよね。で、その人もなんかね、農園みたいな道場を作りたいっつってて、それがちょっと今の外ごもりプレイスと似てるんですよね。まあ、一応まああの人はお坊さんだから仏教的な考えがあるから、朝座禅してみんなでみかんの木を手入れして農作業して、そんで午後になったらまあ好きに過ごしていいよっていう、そういう農園兼合宿所みたいなのを作りたいと言ってた人です。まあ僕もそれいうものがあったらいいなと思ったんですけど、まあいかんせんこの外ごもりプレイスだと畑がないんで、ちょっとそれができないです。で、外ごもりプレイスの機能として、まあ話の、まあ今回の本題に戻りますけど、まあ一応ですね、そのお坊さんのところにいたケイと、山奥にいとの、っていう人がいるあの施設を足して、まあ俺のコンセプトっていう2で割ったようなものを作ろうっていう話です。じゃあ、外ごもり機能の、外ごもり機能。プレイスの機能って何なのかっつったら、まあ、多分ね、今の現代でコミュ障っていう言葉があるように、人間関係があんまりうまく作れないよっていう人っていっぱいいると思うんですよ。まあそれは俺もそのうちの一人だし、特にね、お坊さんが言ってたのはやっぱり家庭環境が、それはほぼ 100% を占めるよってことで、結局のところね、100% 家庭環境なんだよね。で、結局その家庭環境の中で、その内的作業だったっけな、世間との関わり方っていうのを持ってくるの親なんですよ。だからその親がどうやって世間と関わっていくかっていうものを子供のうちってやっぱり見るじゃない。なので、それが入ってきちゃうわけです。だから要はコミュ障とかね、あんまり親が、まあ、世間と関われてないと子にもそういうものはやっぱりどうしても出るっていうことですね。まあ俺自身もそうかなとは思います。で、やっぱりね、特に僕の家っていうのは親父が警官で、全然ね、全く関わったことはないですね。うん。全然口利かないから。だっていないからね、家に。で、あとはね、その癖してね、機嫌が悪いとね、一方的に家全体が支配されちゃうんだよね。で、これが、まあ原因、俺的には原因かなって感じ。まあ、何々のせいにしてるってわけじゃない。で、あとはね、酒が入ってくるとさ、テレビにずっと文句をつけてさ、あることないことを言い続けて、なんか変な決めつけしてさ、で、それを前提と根底にして、無限ループでね、上げ足をテレビに向かって取り続けるっていうことをしてるんよね。で、それがね、たまらなく俺は苦痛でした。だってね、で、多分ね、こういう人っていると思う。うん。単純に自分の家にいることが苦痛であったり、まあ僕も一人暮らしはしては見たけれども、そういう苦痛、職場の苦痛と孤独な苦痛っていうものは、孤独な自分のね、アパートに帰ってくるとまたその苦痛にさらに苦痛が加わるわけで、これはちょっと厳しいよなって思います。俺はね。だって寂しいもん。うん。で、あとはな、そうだな。で、その孤独っていうものも、お坊さんはよく言っててね、孤独って人を蝕むから、孤独を埋めるために私も何やらかんややってるんよっていうことは話してくれたので、からまずは、この外ごもりプレイスっていう場所はですね、まあ、まず、そういう家庭環境が悪くて、まあ、特にね、否定をされたり、拒絶をされ続けてた人が安心して共同生活ができる場所っていうようなコンセプトでやってます。じゃないと、生きていないじゃん。人間だから人間関係ってどうせあるし、ホリエモンみたいに俺も商売ができるとかさ、トレーダーみたいに株取引とかさ、なんか企業はうまいかっつったらさ、やっぱできないっすよ。なので、やっぱりそういう、まあ、生きづらさを抱えた人に対して、まあ、居心地のいい場所にできる、居心地が安心のできる人たちだよね。いや、そういう人たちっていうのはどこにいてもなんか安堵感ってないんですよ。だからそういう人たちが本当に安心して、一時でも、それなりの期間でも、過ごせる場所にしたいっていう、意味で外ごもりプレイスです。外ごもりっていう言葉は、まあ海外のバックパッカー界隈の言葉で、タイのチェンマイだかバンコクかどっかで日本人同士で殺人事件が起きちゃったんですね。だからそれが、由来で外ごもり。要は日本と海外の二拠点生活でしたけれども、まあ日本でもそういう2拠点生活やろうぜっていうのが僕の、外ごもりという言葉を使った意味です。まあどういうコンセプトかといえば、まあ逆に強制的に何かするよりかはまあ何もやらないをやりに来る場所にしています。はい。で、外ごもりプレイスの機能のまとめとしてはまあそういうね、生きづらい人が安心してできる人たちと共同生活をする。まああとはね、ちょっと消耗したりとか、すり減った人が何かしなくちゃいけないわけじゃなくて、何もしてない方がいいんですよ。なんで何もやらないをやりに来る場所っていう風にしてます。はい。で、あと、ここ、大抵シェアハウスってなると仕事の問題がありますよね。山奥ニートさんのいる場所もあれ仕事があるんで、あそこは長期滞在できるんですけど、まあ、ここは、秋田って意外とそういう仕事がないんで、まあ、俺みたいなやつってその一般職で働けないでしょ。働きたくないでしょ。近くにイオンのレジ打ちとかあるけど、東北6県って時給がすごい低いです。未だに700円台だったりするので、なので、仕事に関してはまあ期待はしちゃダメです。で、まあ僕自身の生活スタイルとしては、まあ僕もリゾバとか、そういう季節の仕事ですね。スキー場行ったりとか、そういうことしてるんで、そういう季節の仕事だけを追い求める、まあ季節の仕事をする人の拠点になればいいかなっていう感じっすね。で、まあここでブログの文章にはね、引きこもってて辛いとか、そういう人が、にも書いてあるんですけど、まあかつて僕もね、多少は引きこもってた時期もあったかな。まあ、そこまで世間でいう6年間引きこもるとかそういうひどいわけじゃないけど、就職の面接とか仕事を辞めるときにね、なんだでお前は根性がないとか言われながら凹んで辞めてさ、それで多少精神力が回復するまで次の仕事の履歴書を出すまでは引きこもってたっていう、それくらい、そんな感じの断続的な引きこもりはしてたので、で、そういう引きこもってた時期っていうのは、そうだね。一つの会社で定年までいなくちゃいけないって思ってたのも、大学卒して1年目、2年目までだったから、でもね、意外といるんですよ。そういう季節の仕事だけを追って生きてる人たち。北海道の鮭バイトとかね。そういう人たちのことを知っていくうちに、あ、別に一つの会社で定年まで、勤めるのと、1ヶ月の仕事を12ヶ月、例えばね、転職できたとして、それを定年まで行ったって別に税金払ってるから、そんなの同じなんですよ。ただの、そんなのは偏見ですよね。周り、会社一つにしか所属しちゃいけないっていうのは。うん。だから別にそれは関係ないことです。別にさ、季節の労働だろうがさ、なんだろうが税金っていうのはかかってくるし払ってるんだから、それは関係ないということですね。まあ話は戻して、そうやって働きたくないっていう俺も、スキー場のバイトとか期間を決めて働くことってできたんです。ずっと働かなくちゃいけないって思うとさ、変化の余白を根こそぎ取られる感じで嫌なので、例えば女の子いて、中学校の時はスマップが好きって言ってたけど、まあ、高校になったら嵐がやっぱり好きってなってもいいじゃん。そんな感じなんですよ。わかりやすく言うと。だから、ね、そうやって働けないっていう人がいたら、そうやって季節の仕事だけしかしてない人と話しても実は結構風穴が開くので、煮詰まってたところにね。俺はそうだったので、まあシェアハウスオーナーだけでもブログタイトルにある通り二足のわらじで、シェアハウスオーナーやりながら、まあどっか冬場とか、なんかこの仕事まだやってみてえなっていうのがあれば、そこで期間的に働きに行っちゃったりとかね、するっていうその二足のわらじのスタンスっていうのは崩したくないんで、まあ大体こういうスタンスの人が、まあ多分居心地いいのかなと思います。はい。っていうことで、外ごもりプレイスの機能としては、仕事は季節の仕事がする人同士が集まって、まあどっか気が合えば、じゃあ一緒にスキー場行こうぜっていう風になったり、で、あとはもう何もしたくない消耗しちゃった人がいれば何もやらないをやる場所です。で、あとは、そういう人たちの関わりの中で徐々に人が回復していけるような場所にしようと思っております。そして、先の動画でも言った通り、ちょっと金欠なんで、出稼ぎ行ってきます。じゃあ、ちょっと金貯めてきます。ではでは。